自転車に乗ってる場合、あるいは歩いてる場合の人の前に立ち塞がって手を広げて進行を妨害する、そうすると実質的な拘束、違法行為というのは心身の自由を束縛し、精神の面と同じように物理的に拘束することをもってして警視庁法2条3項に違反すると、こういうふうになってるんです。さて、それじゃあ自転車で行ってると走ってる時にもしもしと言って職務質問に応じさせようとして警官が2台自転車の後ろをまず止めます。それで止まったらというか止まらなくたって引き止められるわけだから動けないですね。前に回ってハンドルを掴んだり、前かごの自転車の前かごをぐーっと押さえたり、それからタイヤを前輪のタイヤを警官の両足の間に挟んでしまうと、こういうことをする場合があるんです。で、警官の数が2人3人の時だったら横に来てこれも動かないようにする。全然動けないですね。まさに停止命令じゃなくて停止を求めることができるではない。しかも何のために止めたのかと言ってもとにかく止まれ、止まらなければこうするぞと、それを言うことを聞かないで発信させたら公務執行妨害だぞと、こういう言い方をすることができます。してるんです。その時に市民はみんな困って、どうしたらいいですかと。さて、どうしたいですかって私が言うんです。で、私の場合実は同じような被害というか、それに光が丘警察署の管内に私が住んでますから、東京警視庁ですよ、会いました。職質遭遇でね、これも経験で、電車で夜深夜の12時前だったと思うけども、終電車の前に走って行ってたら、警官が、もしもし、もしもしと言って、後ろから走ってきて、いきなり飛び出してきたんだよ、横からね。で、自転車を横から来て、危ないってこう左側に寄ったら、それずっと回り込んで、止めたわけです。で、私も危ないから、ブレーキを踏みました。そしたら前に行って、自転車の前かごを掴んで、ちょうど相撲取りが、四股を踏んで四つ相撲するようにしっかりと彼腰を据えて掴んだわけ。このバカ何しやがると思ったけども、私何してんだと。いや、職務質問協力してくださいって言うから、協力どういうことって言ったら、いや、どこに帰りますか、こっちだよって、お名前はって言うから言う必要ないと。その次にこの防犯登録これ見せてくれとか、見せないって個人情報だからと。そしたら若い婦人警官、この警官入ったばっかりでおどおどしてたけども、こうライトつけて見ようとしたらダメ、それこそ効果的な一括というのはダメって一言ですね。でパッと手を払いのけた。その巡査は2つ、星がついてたから巡査長です。年齢は40前かなと思ったので、この警官40近く、つまり警官になって7、8年か10年近くなってまだ巡査かと、大体巡査部長ぐらいにはなってるのに、こういう乱暴なやり方をするっていうのはこれ許せないなっていうか、同じような被害者がいるだろうと私は思いました。でどう対応するか、20分間彼は私の進路を妨害した。私が前に進もうと思って動けないわけ。私の自転車には人権110番のステッカーも貼ってるし、で年齢相当から言ったらそんなに職務質問をされる様子もない。それからかつ私が対応する職質の要件なりをちゃんと丁寧に話をして、君自分が何やってるか分かるのかいと、掴んでた手を私一つほどいてバッと払ったわけ。そして話しながら打ち払われたらまた掴むわけですよ。なんかお前何やってるか分かってるのかっつって一括しましたが、こいつひるまないのね。でひるまないということは、他の市民もこれやられたらだんだん多くなるだろうと。そしたら、いや本所に来てくださいとかね、その次じゃ本所を呼びますよとかいう言い方をしたので、このも経験というか、こんなバカどうしようもないなと思いながら、君は私を知らないのかいって言ったら、いや知りません。そうかいって言ったら、で君どっから来たんだったら、大塚署から来た、私まだ1ヶ月半ぐらいだから、なるほど、で警官が私を知ってる知ってないにかかわらずこのようなやり方をする警官であるということは、他の市民、他の自転車に乗ってる人だったらこれは辛抱できずに、で彼が言ったんだけど、手払ったら公務執行妨害ですよってから、これで逮捕の口実を与えて市民がビビるだろうなと思ったんです。
何を言ってるお前10歳になって何年になると、いやもう10年ぐらいですってから10年選手でまだ巡査長かと、こういうやり取りをしながら言ったら、いや本所に来てくれと、私がお断りだと、それからまあちょっと話が長くなるけど必要なことを言いますと、防犯登録も個人情報だから教えないと。そして本所からやがて 4,5 分したら来ました2人。そして1人の警官が年配者でしたが、私の自転車私の顔見て、ああこの人はいい、もう返して言った途端に、それで手をやっと枕から挟んでいた自転車を離した。そして謝れと、こうあの謝れ、早くちゃんとやれと。で私が言ったのは、お前の不祖だったら土下座してでも謝せるんだぞと、ちゃんとお前何をやったか分かってるかいって言ったら、いやすいませんでした、どうも、一応そういうことを言う道は知ってるわけで、上司のが来てその命令で辞めるということは、私が言ったのは、君自分の信念でやったのかいと、かごつかんで信仰を妨害し発信させない行為は明らかな軽職法2条1項の違反だよと、君の信念かって聞いたんです。だから皆さんたちもこういう場合にどうするかという一つのポイントになるんですね。それに答えないんです。よしこれ本所に行ってこいつちょっと締め上げようと私は思いました。で自分だけの不快感で終わらせずに、あ多くの市民がなあのされてるだろうと、そう私はこれ対処できたけど他の人なら できないだろうなと。それでその晩帰って、仕事の場で電話をかけました、光が丘警察署に。そしたら警務課長が出て私の話を聞いた。大変申し訳ありませんと、千葉さんおっしゃる通りです、行き過ぎですって言うから、あそれを認めればいいようなものの、だってあなたはじゃあ当該巡査の言い分なり彼の主張を聞きましたかったりは聞いてません、あ聞いてもないのに、ね、あなたが行き過ぎだというのはちょっとそれもおかしいと。つまり私のここに強く抗議を含めて質問をしたいのは、当該巡査がなぜ自分たちの信念でやってるのか、その行為が正しいかどうか、どういう教育をしてるか、それから本所がどういう指導をしてるかということは、本人が誤っても警察署全体の命令であった時にいくらでも同じことをやるでしょうと。だから昨夜の行政当直の、課長職がいるはずだから、警部が必ずいますから、その人に連絡を取って私に報告を出してくれ。翌朝早く8時ごろ電話がかかってきた。そしてというのは、千村先生申し訳ありません、本当に行き過ぎて、もう本当にしてね、ペコペコするんです。千村さんの本も読みました、こうこうこう、年配だから一応知ってるわけ。ところがここは千村賢治だから、これはやばい、これはしまったと思っても、これは私だけの問題じゃなくて、それで私、じゃああなたもその潤さんの名前、潤さんから聞いたのかって、いや聞いておりませんって言うから、それはもしも彼が自分の信念に基づいて、かつ警察署の警察の方針でやったとするならば、彼は矛盾を感じてね、上の言うこと注意では頭下げてしまったと思うけど、警察不信感が出るよと、市民はまた同じことが出るんだよと、まあ私は今そのようなことで、これは警察を変える一つのチャンスだなと思ったの。ただ警察は素早く私の方に謝ってきた。そしたら午後になったら本人の事情を聞きましたと。明らかに行き過ぎです、申し訳ありませんでしたって言うから、よっしゃ、その時ちょうど横浜でエイペックだったから、この間忙しいからそれが済んだら必ず伺いますから。やがて期間が過ぎました。その課長補佐と警部ですね、それと本人を連れて私の家に行きました。平身帝とカエルがバッタみたいになるようにということで、やっぱうるさい怖いやつには下がる。それで犬は弱いやつには吠えるけども、強いやつには尻尾振るというので、どうしようもないな。それでじゃあ他の人はどうするかって言ったら、おそらくこのような素早く謝ったりしたことはないだろうと思うんです。しかしながらこれが警察を変えうる一つのきっかけになるだろうというので、ややすごく長く話しましたが、皆さんたちも抗議をする、あるいは公安委員会に申し立てる、で私署長に回せろって言ったんです。署長の命令なのか、あんたたちはどうなってんだって、いや決してそうではなくて、やっぱり行き過ぎですってこう言いました。じゃあどこの部分が行き過ぎなのかと、
進路を妨害して発信させないことが妨害なのか、普段からそういうことを教えてるのかって言ったら、いや本人も反省してる、ごまかしというか、なんとか勘弁してもらおうと同時に、行き過ぎであるということは認めるが、以降絶対それは違法だからしないとは言わないのね。仮にそうだとした時には、警官はやっぱり仕事がやっぱりできなくなるから、ということで私は自分のホームページにもそれをアップしました。で説明した。で今ここでもお話をするんですが、課長代理の石橋さん、これは見事誤って、それから松田実、彼も誤って、それで私が言いました、ね、あなたはいい警官というか、警官としては真面目だろうけど、同じようなことをするということは同じような被害者が出るんだぞと、ね、まあ、あなたは反省したけど二度とそういうことをするなと、おっしゃる通りです。で警官の職質の仕方から私がだいぶ教えました。そしたら、ぜひ若い警官たちにもお話をしてくださいって言うから、おそうか、じゃあこの DVD を見てね、警察がかつて私が書いた無法ポリスと渡り合える本を大量に買い込んで反面教師としたと同じように、私が今こうして厳しく言ってることも反面教師として身につけてほしいと。ですから人間っていうのは必ずこう命も終わるし、しかも私がこの警察の問題はもう40年以上にわたってやってるけど変わらない、むしろ悪くなってるだけに、どこでどう変えていこうかという思いがあるんです。それで私が個人的なことでカリカリしてるんじゃなくって、あ、どういうふうにしたら警察を民主警察にできるかということね。それから相談者の中にも、交番で、これ大宮の交番ですが、連れ込まれてボガスから顔を殴られて大怪我した青年もいました。すると彼はその後抗議して謝らせましたね。だから一つ一つやっぱり抗議したり要求を出していったら、必ずいくらかの成果が出てきます。だから人権を守るために戦いなさい、抗議しなさい。以上です。